1989年正月、スーパーサラリーマン物語。呼んでいる。釣りバカ日誌。いいよ、釣りは広い海でさ、潮風にパーッと吹かれながらさ、じーっとこう当たりを待っている時の気持ちなんてのは他のこと何にも考えないからね。もう仕事のことも何にも考えない、もう気持ちがスカーッとしちゃうから。そんなに面白いんですか？